こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、全身ユニクロコーデ6月編ということで、皆さんにですね、なるべくわかりやすく動画をお届けしたいなと思っています。ファッションってやっぱりですね、お金がかかるじゃないですか。特にですね、僕動画の中でも取り扱っているような、 セレクトショップとか、めちゃくちゃアイテムとしてはですね、魅力的なものが多いんですが、そういったもので全身をコーディネートするとなると、なかなかハードルが高いかなと思うんですね。まあ、一点当ての単価で言うと、T シャツが6000円とか7000円ぐらい、まあ、ボトムスもですね、7 8000円から1万2000、円ぐらいというところで、まあ、一点ずつだったら買えなくはないかなと思うんですが、全身コーディネートというと、それなりに予算がいってしまうので、そうなると、おしゃれ初級者のうちは、まあ、なかなかハードルが高くて、 やっぱり諦めちゃおうかなっていう方もですね、少なくないかなと思うんですね。それはやっぱりあまりにもったいないなと思うんですね。 今は安かろう悪かろうの時代ではなくて価格を抑えた中でもおしゃれは十分に楽しめる時代なのでユニクロですとかあとは一部 GU も使いながらですね大人の男性に似合うようなコーディネートを今回はですね3つ考えてみましたのでぜひ皆さんですね参考にしていただければなと思っています6月というのは結構微妙な時期で暑い日は暑いし結構梅雨時期でもあるので雨が長く続くと肌寒かったりするんですよねですのでそんな6月 3つに合わせた着こなしということでまあ、具体的にですね3つ暑い時にも対応できるしあとは梅雨なんかで雨が降った時にも対応できるような着こなしもちゃんとご用意してますのでぜひ最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの勢をですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで早速一つ目のコーディネートから皆さんに解説したいなと思うんですが まずはですね、こちら GU のですね、オープンカラーシャツ。色はブルーなんですが、こちらをメインとした着こなしなんですけども、一応一周回ってみますね。 こんな感じのコーディネートを組んでみました。まあ、今季はですね、オープンカラーシャツ、めちゃくちゃ豊作で、いろんなブランドから優れたものが出てるんですね。ユニクロの通常ラインのものももちろん定番的でいいかなと思いますし、ユニクロマルインのものもあれば、ユニクロセオリーのものまであって、まあ、結構ですね、悩んだんですが、その中で大人の男性にですね、すごく使い勝手がいいのが、このですね、GU のブルーかなと思うんですね。 これは僕の中で結構感動的な仕上がりだったなと思っていまして、まあ最初から程よくゆったりとしたサイズ感なので、僕は S サイズを着ていますが、このサイズでですね、ほんのり超ゆる感が出るので、結構いろんな世代の男性に似合いやすいかなと思います。GU イコール結構若い人のイメージが強いかなと思うんですが、これは大人世代が着て様になりやすいものだと思いますし、あとはブルーという色ですね。これがね、もう絶妙ですごくいいんですよ。ネイビーよりも明るさがあるんだ だけどもちょっとグレイシュな感じもしまして大人の男性の着こなしにはまりやすいので今回はこちらをメインとした着こなしを作ってみましたそしてその内側に着るものなんですがこれも選択肢いっぱい いいいっぱああるるんんででですすすねね例えば白ののの無地 t シャツを着てて爽やかかかにです、ね、首元から覗かせてあげるというのが、まあ、一つの手なんですけども今回はですね、下にはですね、このユニクロマルニのボーダー T シャツを着ています。こちらを着ることで少し着こなしの中にアクセントを作ってあげるような印象なんですね。まあ、このようなストライプ柄っていうのはですね、今年のトレンドアイテムの一つでもあるので、ぜひ皆さんもですね、着こなしの中に取り入れていただきたいんですが、ユニクロの通常ラインのボーダー ボーダーもですねすごくいいんですが結構この首元のですねブルーは綺麗なこのユニクロマルニのボーダーが個人的にはですねアクセントに添えるにはすごく便利かなと思うので今回はこちらを着てみました。そしてボトムスに関してはですねこれもう僕の中では今季一番気に入っていて 使いまくっているユニクロのタックテーパードパンツですね。こういった形で少しゆるさを出してあげるんですね。まあ、上半身に少しゆとりがあるので、まあ、ボトムスでギュッと細くするというのもなしではないんですよ。ブラックのスキニーパンツでもいいですし、グローバルワークのアーバンスラックスみたいな細めのボトムスで引き締めてあげるのもいいんですが、まあ、上下同じようなサイズ感で 揃えてあげるというのもいいかなと思うので、上半身 GU のオープンカラーシャツで少しゆったり、ボトムスもですね、タックテーパードパンツで少しゆとりがあるという形の、あえてですね、ちょいゆるサイズで今回は組んでみました。そして足元なんですが、こちら、去年の GU のですね、グルカサンダルですね。まあ今年も GU からグルカは出ているんですが、去年のものの方が完成度が高かったかなと思っていてですね、来年はこの方、また復活を願っているんですが、まあこういった形で、ちょっと足元にですね、変化を をつけてあげるとおしゃれ感は出やすいかなと思いますしこの足元に関してはホワイト系のレザーサンダルとかでも合うのでお手持ちのもので調整をしていただければなと思いますまあ、6月のコーディネートということである程度気温が高い時にはですねこういった T シャツかける半袖のオープンカラーシャツというのはもう大鉄板なのでぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思ってますこちらをベースにしながら中を白の T シャツにするだとか靴をですね白レザースニーカーにするだとかそういった形でカスタマイズするともうちょっとですね 落ち着いた感じでありますしあとはボトムスのシルエットですねここをスマートアンクルパンツだとかアーバンスラックスに変えてあげるだけでもですねおしゃれ初級者の方にも使いやすいコーデなのでぜひトライをしていただければなと思っていますはい、続いて2つ目のコーディネートなんですが6月といえば梅雨入りをするわけなのでちょっとですね雨にも対応できるようなコーディネートを組んでみました上に羽織っているのは ポケッタブル UV カットパーカーで、まあかなり薄手のアウターですね。シャカシャカ系のアウターなんですけども、小さくコンパクトにできるので、まあこういったものを持ち歩きながら、とっさの雨なんかに対応できるとですね、すごく便利かなと思います。まあスポーティーなアイテムなので、色はですね、なるべくビビットなものとかではなくて、 ネイビーだとかブラックだとかそういったものでまとめた方が普段の着こなしには使いやすいかなと思うんですね。僕が今着てるのはネイビー色なんですがかなり深めのネイビーで、まあ、光沢感なんかもですね抑えられてるので結構間違いとしても使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。そしてその内側に着てるのはですねユニクロ U のオーバーサイズ T シャツですね。これもですねブルーというカラーがすごく綺麗でブルーというよりはグリーン系に近いんですが1枚単体で着てもいいんですがこのように上にですねネイビー系の ポケットブルパーカーを着てあげても同じブルー系でグラデーションを作ることができるので結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますもちろんこれ脱いだ形でも対応ができるのでまあこの T シャツもすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますそしてボトムスはですねちょっと清涼感あるような ホワイト系のデニムですね。これはレギュラーフィットのデニムということで、あんまりですね、細身のシルエットではないんですね。白パンって失敗するとすごく傷っぽく見えるので、個人的にはですね、少しゆったりめで使ってあげた方が、特にこういったスポーティーなアイテムとはですね、相性がいいかなと思うので、今回はレギュラーフィットにしてみました。まあ最近はワイド系の白パンもたくさん出てるんですが、まあワイドにしすぎてしまうと結構膨張色なので、それまた難しかったでするので、まあレギュラーフィットぐらいが使い勝手がいいので、このように上 上半身とか下半身でしっかりとコントラストをつけたスタイリングもですね、結構使い勝手がいいかなと思うんですね。で、足元はですね、まあトレンド感のあるニューバランスをスニーカーを合わせてもらえれば、少しスポーティーな着こなしというところが実現できながらも、色数がだいぶ絞ってあるので、割と大人の男性にも使いやすいような6月コーデが完成するかなと思うので、ぜひこちらのスタイリングもですね、試していただければなと思っています。まあ1点だけ難点があるとしたら、白パンだとですね、ちょっと雨で汚れたら気になるなというところ ががあるんですが、まあ、そういう場合はですね、ブラック系のパンツですね、先ほどご紹介したようなタックテーパードパンツだとかスマートアンクルパンツなんかで代用するのもいいかなと思うので、ちょっとおしゃれ感出したいなとか、春夏らしさを出したいのであれば、こういった白デニム、もしくは使い勝手の良さを考えるのであれば、ブラック系のパンツでぜひ対応していただければなというふうに思っています。 はい、続いて三つ目のですね、全身ユニクロコーデなんですが、今度はですね、リネンシャツですね。これをメインとした着こなしを作ってみました。 めちゃくちゃベーシックで、これは使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいんですが、まあ、ユニクのリネンシャツってもう大定番で、皆さんもですね、一度は見たことがあるかなと思うんですが、まあ、最近ですね、こういったリネンシャツ、また復活傾向にありまして、まあ、着方としてはですね、下にこう見えないようなインナーを着て、大長短を開けて、 素肌をちょっと見せながら着るような着こなしっていうのは、まあ、ちょっと前には流行ったんですが、今はですね、白 T をまずは着るんですね。これもユニクロの定番的な。 スーピンはコットンのですね、丸首の T シャツ、無地の白なんですけども、それをベースに着ながら、リレンシャツを上に重ねて着るという着こなし方なんですね。そして腕ですね。これも長袖になっているので、寒い時にはちゃんとボタンを閉めて着るのもいいかなと思うんですが、まあ、6月ぐらいだと結構暑い日もあったりするので、腕をまくってあげる。 この肌が見えることで、ちょっとこなれ感が出るのと、あとは全部閉めたりするのではなくて、まあ第1ボタン、第2ボタンくらい開けながら、ちょっとこう下の T シャツを見せてあげるというところが、まあこなれ感が出るというところで、このようなスタイリングが最近はちょっとですね、旬になってきているので、まあアイテム的にはどれもベーシックで使いやすいものなんですが、 このような着こなし方、ぜひ簡単なので皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ちなみに、リレンシャツのサイズ感もすごく重要だと思っていまして、僕の場合は身長164センチの53キロということで、まあ、S サイズがジャストなんですけども、あえてワンサイズ上げてこちら M サイズを選んでいます。あまりタイトに着るのではなくて、少しゆとりを持たせながら大人っぽく着るのがですね、 最近のリネンシャツの傾向としては出てきていますので、こういったコーディネートもありかなというふうに思っています。で、ボトムスなんですが、これはですね、さっきから何度も何度も出てきているタックテーパードパンツのグレーですね。 この色もなかなか良かったんですね。まあ、グレーの中でも決して明るいようなライトグレーではなくて、まあ、ミディアムグレーとチャコールグレーの中間ぐらいですね。ブラックほどは重たくはないんだけども、ちゃんと着こなしが締まるんですね。そしてこのようなブルーとかネイビーとグレーのパンツっていうのは、いわゆるこうジャケパンスタイルの王道の色使いなので、これまた相性がいいんですね。ぜひですね、ブラックのパンツもいいんですけども、グレーにすることで適度にですね、柔らかさを出すことができるので、 こういったボトムスを合わせていただければなと思ってます。まあ、リネンシャツのサイズ感少しゆったりめにしてるので、タックテーパードということで、こちらのボトムスも少しゆとりを持たせてるんですが、まあ、このゆとり感がちょっとこう、違和感があるという方も中にはいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合は、 感動パンツのウールライクのものですね。こちらのグレーが同じような色合いですごくいいので、まあそちらで対応してもらうといいかなと思います。より王道的なスタイリングになるので、まあそういったもので調整するのもいいかなと思うので、ぜひトライしてみてください。そして足元はですね、白レザースニーカーですね。これはちょっとユニクロ GU ではなくて恐縮なんですが、まあ GU でも似たようなものありますので、そういったもので対応するのもいいかなと思います。今回は王道のオールスタークップですね。 コンバースの一番ベーシックで使いやすいようなレザースニーカーが入ってますが、まあ、このような形で首元の白と足元の白というところでちょっとリンクをさせてあげるとバランスがいい着こなしになるかなと思うので、ぜひですね、こちらのスタイルめちゃくちゃ簡単かつ予算を抑えながら大人っぽい雰囲気になるので、トライをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、全身ユニクロコーデベスト3ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、一部 GU を使ったりだとか、靴に関してはすいません。ちょっとニューバランスとかコンバースを使いましたが、まあ、それ以外のアイテムに関しては、基本的にはユニクロを使っていますので、かなり大人の男性にもトライしやすい内容になっているかなと思います。特に一番最後のリネンシャツを使ったコーディネートなんかは、もう王道中の王道なんですが、まあ、その中にもトレンド感ですね。サイズ感をちょっと変えて 相手みたいだとか 着方をですねちょっと工夫する中で白 T の上に重ねて腕まくりと第二ボタン開けというところこういったところをやっていただくだけで結構ベーシックながらも少しひねりの効いたコーディネートは完成しやすいかなと思うのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っていますまあ、このようにですねまずはユニクロ GU からファッションを始めて少しずつアイテムが揃ってきたら今度は買い替えのタイミングでセレクトショップのオリジナルなんかをうまく交えてあげるというのが僕は良いステップアップなのかなと思いますいきなり 初めからですね、お金をかけすぎてしまうと、どうしてもですね、全体の予算感が高くなってしまうので、まあ無理をせずにコツコツと、まずはできる範囲からですね、おしゃれを楽しむというのがいいかなと思うので、ぜひそのためにもですね、今回の動画参考にしていただければなと思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツョンの今日をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートですとか、あとは結構雑談みたいなものを楽しんでいただくためにはですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを展開してますので、気になる方はですね、概要欄からリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思っています。また最近オンラインサロンというものを始めました。なかなか動画長くてですね、見る時間がないよという方は、1日大体5記事ぐらい 出しているんですが文章と写真ベースでサクサクとだいたい1分ぐらいで読めるような感じで最新アイテムのご紹介だとかこういう伝統の解説をやっているのでまあ、気になる方はですねこちらのオンラインサロンの方も概要欄にリンク貼っておきますのでチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに